さあまたもや右側のジグソーというかパズルのねやんないといけないですね。懐かしの、いやーまたか、やるぞ。さあ次のステージなんて言うんでしょうか。ジギーウィギーチャレンジ9。もうほとんどついてる、ついてる、ついてない、もうなんだろう、もう最初からって感じ。ピュー、ピュー、そして相変わらず真ん中から埋めていくスタイル。あ、間違えた、ここ端っこだわ。これこれやろ、ちょんこい、埋めていく。埋めていく。なんか背景若干単色だから分かりづらい、分かりづらいな。っていうかなんかもう夜、夜のような夜、そんな感じすらもさせる、なんかすごい禍々しい、そうそうそう、毒っぽいのが、毒沼感が、うわー、なんかもう全部背景分かりづらい、分かりづれ、これは分かりづらいな、全部真っ黄色、やべえよ、埋めてく、ま、真っ黒やん、もうほぼ真っ暗だな。鬼畜やん。さ、時間的にはまあ間に合うかな。お、真ん中が埋まりそう。まあ真ん中から埋めてたらそれ逆にこういうところに来ると楽になるよねっていう。楽ですね。お、もう全部確定かな。もう確定ですね、これでは。はい。それが新しい必殺技ですよ、僕の。真ん中から埋めるスタイル。はい、ちゃんと間に合うんですよ。ジギーウィギーのチャレンジ級をクリアしたらでは偉大なお方よりステージへの大丈夫ですか。ジギーウィギーさん、せき込みました。ちょっとまあジギーウィギーもあれかな、花粉症なのかな。やっぱ彼も花粉症には抗えなかったということですね。はい。偉大なクリスタルジグソーのパワーを見るがよい。いやー、バンカーズのステージにもね、ステージにもっていうか世界にもね、花粉症っていうものが流行ってるらしいですね。辛いっすね。辛いよ。さあということで、さあグランティ産業があるところのここら辺上ですね。お、魔女のお城。おお、ついにもう敵陣に乗り込んでいくという感じですね、これ。マジで？これまさかラストステージ？ラストステージになりそうです。ウェーイ！チャレンジ中を受けるための必要なだけのジグソーがないではないか。集めてから戻ってくるのだ。どうだ、まだ完全にラストってわけではないか。完全にラストというわけではないですね。なるほどね。まあ、魔女のお城行ってみてもいいと思います。オーケー。いやー敵地だよ、ついについに敵陣に侵入だ、侵入だ。いやー偉大なら、あの方さん、やっぱ今回も自画自賛ぶりでしたね。相変わらずの自画自賛ぶりで。いやー偉大だったな、もう偉大だな。さあというわけで、さっきの登らなきゃいけないやつありますね。クランバーブーツのあれがあるんで、どっかでクランバーブーツを見つけましょう。ブーツ、クランバーブーツ、ブーツ、クランバーブーツの、ここはまあなんか前もなんか発見するの結構苦労した気がするんだよな。まあ、あったあった。お、これドラゴン、何気にこいつ結構きついんだよな、ポジション的に。割と時間制限あるからね、助かるっちゃ助かるんだけど、音楽的にゆっくりだからか割と制限時間長いイメージ、このクランバーブっつって。さあ、チリリリリ。お、そしてこれはショックジャンプの、ショックジャンプのスイッチがありますね。パッドがありますね。お、これでこっからでも登れますよと。そうですね、わざわざクランバーブーツを履いて登らなくてもこ
からピョーンと良くなりました、行けるようになりましたと。さあということですね。はい、お城なのか本当に。お城、お城感全然なくね確かに、お城というよりもはやお城の壁だぜこれ城の周り、もう 城下町だよあら、おおや、城どころか外ではないか。外に行ってしまった。私はどこにいるのだと。おっと、そんなこと言ってたら、はい、ありましたねこれですね毒毒しい。お、見たことあるぞこれ、序盤の方であったな。ありましたね。それやられたんだよな僕らはやられて、あの尋常村だかなんだかは呪われて、あの BGM 尋常村呪われてないですね、あれですねキングジンガリンがなんかゾンビ化しちゃったんですね。あ、そうだそうだ呪われたってやばいやばい尋常村時代は別に普通だったわ尋常村は普通、普通、普通って言ったらもうおかしいけど、まあちょっとあの戦車とかで、あのグレー尋常とかちょっとなくなっちゃいましたけど。あ、そっか、それとね、なくなって散らばってって散らばって多いわけですけども、というかなんかもう今作はちゃんとそういう、なんだろう、尋常がどうしてここにいるのかっていう経緯が分かるようになっているねそうですね、そう言われると確かに初代のファンカズってなんで尋常がいるのかとかあまり分かってないかも。そう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 、気がついたら尋常が助けてくれてラスボスを倒して倒すあれになってみたいななんか最初からステージ内になんか散らばってるから助けてみたいな。そう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 、おうおぼふおう。さあこれはダメそうですね、これはセパレートですね。さあそんな時はグーグー、これ時は寝ましょうまあそういうわけじゃないんですがまあこうですね、はい、ピョンピョンリュックでいけちゃいます、いけちゃいます、強い。そしてお、これこれバンジョー単体ですね、単体、これは単体で、なおかつこっちが火水単体か、火水単体、火水単体でもいけるようになんないでいけないわけか、うん、さあ、あそこのボタンの上光ってましたので、あそこのボタンを押しながら火水に交代することもできますね。なるほどね。そしてここで2人と裏側には偽物でしたなんかおるなと思ったらやっぱり偽物だったということですね。お、そしてここ裏扉、お、ここに入れたら最強、そんな気がします。さあそしてここなんだよな、問題は、問題はここ、よし、すんなりいけたぞ、はい、これですね、キーン、おー、まあ、まずはここで渡れると、橋ができたと、なんかすげえビームがどほ、本当だね、ビームの、おう、まあでもこれはワンダーウィングでいきますね。あゴリ押しビリ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 、なんかすごい光景を見た気がする自分ワンダーウィングで突っ込むっていう発想はなかったですねおおー、でバリアが消えると、でなくせるわけですね。ういあ、チケイエーイもう来んなよいやー10年早いんだよ僕たちに挑むなんてさあというわけで本拠地に入っていきましょう。待ってろよグランチュールだ、あいつをシュエーション殺した恨み今こそ。カズイ、なんだかここには誰もいないみたいだね。誰か言わないよ、だって音楽が変わったもの、こういう時いつも戦いになるんだね。うわあ、グランチルド様のお城を守らなくては。君こそちゃんと学習してるの。クランゴ賢い、学習得意、新しい薬
薬を覚えた。どうせ他の薬みたいに役に立たないんでしょ。多分じゃなくて、そんなわけがない。今回は勝たないとモンスターの餌にされてしまう。おお、こいつも命がけだね。命がけですね。くわー、クランコがぺちゃんこにしてやる。おぶれ、おぶれ。巨大化の薬を使ってますね。さあクランコと戦うのも今回が3度目。うわ、お、ちっちゃくなったぞ。おう、うまい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 。およし。あおお。結構強い。さすが。3度目とあって、さすがに強かったな。対策されてますね。ひえ。ちなみにあれってダメージ与えられてんのかな、ちゃんと。あれはちゃんと与えられてます。お、よかったよかった。最後のリクエストは、クランコ、モンスターの餌になりたくない。こいつ不眠不休なのかっていうぐらいなんか目がおかしいぞ。あれですね、グランチルダンにあのほうきで叩かれてますからね。おう、あまり近づけすぎるとそういうバリアとかで被弾しちゃうので、ダメージ与えたら一回離れるのがいいかもしれないですね。イエーイ。そして着地する瞬間にジャンプ、ジャンプ。あー、うお、結構エイムも良くなってる。エイムが良くなってない。うわっ、おー、お前らと戦った後でクランコ気づいた。何か気がついたんかい。クスン、クランコどんどんハンサムでなくなってる。奥さんに嫌われちゃう。もう十分だ。奥さんいたんやね。グランチェルダ様のところにいてももう明るい未来はない。出世はできないし、休みはないし、給料はないし。クランコ、もっと楽な仕事を探そう。ゲームを作るとか。お、お、プロゲーマー、プロゲーマーじゃない、プログラマー、ゲームクリエイター、ゲームクリエイター、プロゲーマーだった、プロゲーマーだった。やばい。プロゲーマークランコ爆誕しちゃう。やばいやばい。ハンドルネームでクランゴさんっていうプロゲーマーの方いらっしゃいますか。いらっしゃいますか。いたら今すぐコメント欄お願いします。いるかな。というわけで、はい、最後の、はい、最後のクランゴ戦クランゴ倒したわけですが、いやほんとね、いや、いろいろと面白かったね。なんかかわいそうっすよね。いるの。そうそうそう。だし、あれあれ、タワーでクイズ始まった。なんかクイズ番組が始まりましたね。出た。ありがとう、ありがとう。わしはクラチルだ。これからタワーでクイズの司会をさせていただくよ。簡単にルールを説明しておこう。これが常識クイズをシャーランド行うよ。各ラウンドで最低のスコアを出した人はその後のゲームに参加できなくなるというわけさ。正解は2ポイントゲットだ。でも他のやつが間違えた後の正解は1ポイントだけだ。間違えた答えを言うために2ポイントゲットだよ。答えが分かったら B でブザーを鳴らしてスティックで選択して A で決定さ。では今夜の息にじゃなかった、今夜のチャレンジャーをお迎えしようかね。こちら左に見えますのはスリム&ゴージャスなわしの妹ミンジェラ。そして右にいるのは可愛くてスタイルのわしの妹プラフィールだ。そして中央にいるのは負けグマの番長。スタは一覧のスタート。わしは今問題を練る
このスタンドはどんな形？さあ、B でボタンを押して選択肢を決定。見てたんじゃないのかい？誰が送るよ。おいおい、このアイデアなめ、俺はゲームから死んじゃ。 A ボタンで答えるんだね。 B でボ、回答権ボタンを押して A ボ、あ、B か、 B で、 B でボタンを押して A で答える。オッケー。おお。さあ、スタスピナーのチャレンジじゃなくて、問題文が読まれてないか。ぶつけカットのゲーム。あ、あ、え、そう。時間制限もありますんで気をつけてください。おお。5秒か。さあ、ということでいきなりクイズが始まっちゃいましたが、これはあれですね。前回のあのバンカズ、初代バンカズにもありました最終戦前のクイズのミニゲーム。最終戦前のやつだね。そうそうそう。となってます。出た。おっしゃ、これはさすがにわかるだろう。ブブよくわかってるみたいだね。そこの壁であるクイズの看板バックに書いてるよ。え、え、なんだ、うぅ、残念だね。誰も答えなかったのか。このゲームが新規。さあ、ということで左下にあのカウントダウンがありますね。今96号と、はい、これが、ね、0になると第1ラウンド終了となります。その時点で得点が一番低い人が脱落と。のオッケー。いやー、待って、これをちょっと待って。あー、これは今の問題はマヤヤン神殿の一番頂上にあるやつですね。あー、ジグソーを持っていたが正解です。ジグソーか。またゲームシーンね。これあれ、どうだっけこれ。あむずっ。あ、こういう画像クイズとかも出題されるん で、これは何の柱を上げる。あ、コロシアムっぽいな。あ、違うか。正解は柱ですね。ホットアイス山の柱か。柱がすげえ。おおお、待って待って待って、そんなにある、そんなにある、ないだろさすがに。9やろ。それやったらこうだな。こうだな。さすがに15はない、15はない、さすがにない。結構あの天井にもありますね。来たね。マンボの呪文は、できた、できた、これは分かる、これは分かる。レインダンス。さすが、さすがチャリさん。なんか聞こえましたね。オーグルは何を必要としていった。オーグル、オーグルは、はい、うん、これあれじゃん、ギリコングレーシングのクラクションの音やん。そこにも使われてるかって聞こえん。そうだね。またかよこれ。いや、結構 いろんなやつがね、問題になる、問題変わったりするんで。なこれ、え、ほい、ちょ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 、おい、どこのステージだと思ったのこれ。もう本当にさ、出題されてる時にボタンを押しちゃうと問題文が出題されないんですね。なるほど。あ、これが最終問題ですね、第1ラウンド。うわー、おお、外してくれた、外してくれた、ラッキー。第1ラウンド終了。ブラビルダの脳みそは全力でできているようだね。スコアなんとたったのマイナス2だよ。たったのも何もない気がする。たったの。どうも、どうも、あー、では第2ラウンド移るよ。はい、水のパイプラインはどこから来ている。えちょっとちゃんと読んでよ。まあこれ早押しですからね。スクリーンを見るがよい。これさっきジグソーのあれやつったやつか、マヤヤ神殿の。この像の名前、名前ターゲさん。これ実は明らかにされてないんですよね、これ。ないのか。え、待って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 。え、古代のお風呂。古代のお風呂はジョリーのリゾートです。あー、ジョリーか。うわー、カズイが単独の時しかできないのはこれ。イエーイ。バンジョが一人で襲われるわけは、襲われる、襲われるわけじゃないか、襲わる技だ。中に入る、なんだっけこれ、
アンカーだったかな。これ確か D ジョーンズだった気がする。ジョーンズか。ゲームからのシーン、はい。難しいな。難しいですね。今まで行ったステージの一部から問題が出るんですね。うん、あー、これはあれか。あそこだな。ホットアイス山だな。アイスアウトだな。イカの絨毯はどんな形だった？いや、マジかよ。あ、やった。お、絨毯はありますね。さあ、四角か丸か。丸やろ。よし。さあ、踏みつぶしが得意な大足の恐竜は、ストンプザノドン。よし。ストンプザノドン。名前よ。お、冷蔵庫。さあ、これはどこでしょうかね。これはグランティ産業だな。お、覚えてますね。よし。お当たっていく。当たっていく。このシーン、さあ、これはキラリン鉱山か。結構特徴出てますね。わかりやすいですね。うん、これはわか…おまぐれやろ、本当に。それはまぐれだわ。え、待って。このシャン、え、嘘嘘嘘。10? ん？あ、これマイナスのやつだから逆か ?50 か。そうですね。特性が少ない方が始まります。はい、これはウィッチワードですね。はい。お、正解です。まぐれじゃありませんよ。グランティ産業に入るルート、え、そんなに多かったっけ。お、11なんだ。あ、これはマグレだ。ダイニーランド終了。ミンジェラまで僕は破れたようだね。ではお別れだ、ミンジェラ。のほのほ、実の妹を一度で潰すなんて、ひでえ。絵はよく聞くんだよ。最終ランドではルールを少し変更さ。もっと難しくするためブザーの休まれ答えは見せないよ。答えが分からない場合は Z を押せばパスして次の問題に進めさせてあげよう。ラークラスコアを絶対教えるから時間何、それは苦しみだね。では悪運を祈る。幸運じゃないんだ。悪運祈られちゃいましたね。一騎打ち。さあ、他本格的な早押しになりますね。サブネーム、え、サブネーム、わかんねえわかんねえ。あ、これは悪いメカマジナイシですね。メカマジナイシ、え、ジンジャーハーズ何色、知らない。これはグレー、正解なんですね。パシャコにされたやつ、グレーか。探していたもの、え。答え見ないとわかんないもんだね。やわらしい。これは相方のあのネズミのジルベルト。ジンジャーの色はどれ、これ選択肢よりわかるんじゃないですか。グレー、これはグレー。よし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 。さっきとなんか似たような問題ですね。さあ、ほっと普通でないところ、ジギーウィギーの普通でないところ、自画自賛するとこやろ。あ、違う、頭が自画自賛だった。頭が自画自賛。原始人のグループ、なんそれ、なんそれ、え、わかんねえ。原始人、オーグルブーグル族とブンガブンガ族。さあ、ビッグテントのチケットがかりしていたのは、チケット、チケットはコンカ、コンカ、コンカはヤバいリスですね。コンカじゃなかった、コンカだ。ニンテンドーのロゴチェーンとか言ったけど、それはディディコグレシングで出てくるヤバいリスだ。マヤ神殿でのマンボウの呪文はなんだっけな、なんだっけな、持ち上げ、あ、持ち上げはキラリン鉱山なんですよね。鉱山か。パワーか。今のは呼び出しが正解です。呼び出しか。ウンマの呪文で変身できないのは、雪玉ワニ。ワニ、これは初級法だな。ワニは前作でマンボに変身させてもらってますね。そうやね。あ、これパンツ。もう選択肢が出る前に答えた。確かにこれは分かりやすかった。神殿から何を盗んだ、盗んだの、これはちょっとまだやってないから分かんないやつですね。
あらら、マイキーに困っていたのはさっきのやつやんけ。ガフォガフォガフォ、お、さあ、あと5ポイント、5ポイント。さあ、キックオールサイジャーバンジョーどうやって入った、どうやって入った、あーこれやな、石になる、石になる、ストーリーに変身した。お、あと2問正解、あと2問正解。ジョジョリゾートになる高等屋のボートは、ボーナー何を売っとる、え、わかんない、キツネのやつですね、ジグソーが正解。あ、キツネか。神城村に住んでいるのは、神城、おお、あと1問、もう制限時間ないで、もう次押すしかないこれ。あ、オドツのことも、ね、ゴーグルス、おお、あぶねえ。最終ラウンド終了。なんて俺のスコア、あれスコア計算システムがどうかしてしまってるかい、逃がれちまったんだよきっと。お前がこんなにたくさんのポイントをゲットできるわけがない。ダメダメダメ、この結果はなしじゃ、スコア計算システムが故障してるんだから。なんとばで、どうするんだい、ふぶぶ、どうしようかね、何かいいアイデアないかい。バンジョーとカズイワンの時みたいに無様な感じで逃げ出したら。それもいいね、チキンよ、ありがとうさん。実はそのためのロケットガスに80秒計なんだ。前の時と同じで屋上で待ってるよ。しかし今度はお前らが落っこちる番さ。こいつの声出すのなかなか久々だからな。なかなか疲れそうですね。よしカズイ、今開いたドアがどこへ続くのか確かめに行こう。これでゲームが終わると思う？どうだろうね、またスタッフクレジットも見てないからな。それもそうね、オッケー、行きましょう。スタッフクレジットってところがなんかめたいな。めたい。もうめたいとか、もうめたいことしか言ってねえこいつら。スタッフクジルチットなんですけど。スタッフクジルチット、イエーイ。いやー、これでね、これでバンジョーとカズネ大冒険2コラボ実況プレイ、これにて終了です。終了です、終わりました、イエーイ。はい、というわけで、パチパチ、皆さん突然ですが、今回で最終回となります。いやー、長かったですね。おそらくいや長かったですね。タイトルにもね、おそらく最終回とついていないのに、え、いきなり最終回ってね、そういう風に思わせてしまったと思います。、誠にね、申し訳ございませんでした。サプライズなんですよこれもね。サプライズなんですね、これが。はい、いや皆さん本当ね、今までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。いやー、これバンカゼ2-1の僕たちにとってもちょっとね、まさかこんな早く終わるとはね、予想外だったんでね。そうですね、もう結構突然に終わっちゃった感じなので。突然ですね。さっきっていうか、多分前回のパートですね。はい、スカイパラダイスを全部終えて、よし、じゃあ次だぞと思ったらね、まさかのラストでしたと。いやー、まあ確かにね、グランチルダ追い詰めたと思ったらもう逃げ出してね。いやー、まあもうちょいやってきたかったですけどね。もうちょいやってきたかったですね。ジギービギーのね、あのステージ10っていうのも、あれはね、実は嘘だったんですよね。嘘だったんですね、あれ。まああれですかね、そのクリア後のお楽しみみたいな。 あれはクリア後ですね。はい、はい、まあ楽しみましょう。行きましょうね。皆さん、クリア後の冒険もぜひとも皆さんね、はい、お楽しみください。楽しみください。というわけで本編これにて終了です。終了、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今のパート57でしたっけ、57か。あ、いやー、長かったね。長かったな。僕のソロのバンカズ2実況は確かパート60がファイナルなので、はいはい、まあ僕より早くクリアすることになりますね。イエーイ、やったぜ。ミレクールも早いなんてな。いやー、まあさすがチャリさん、もサクサクプレイで、はい、いやほんとね、いやもう途中グダったかなと思ったんですけどね、まあスカイパラダイスでやっぱり一気にね取り戻せたのが大きいんじゃないでしょうか。そうですね、スカパラ結構早かったですね。もうめっちゃサクサク終わりましたからね。いいですね。はい、ここね、ほんとね、いや今ね流れてるこのスタッフクレジットなわけですけども、いやほんとね、
もう今までのステージ思い出させてくれますね。そうですね、この懐かしい背景をバックに。これはグランティ産業の屋上ですね、はい、グランティ産業。いやここは本当ねめちゃくちゃ苦戦した覚えがありますね。もう一番苦戦したんじゃないですか。はい、この次である、ホットサイドアイサイドの、あのホットアイス山、まあ、ここはそんなんでもなかったような気がするね。そうですね、まあ普通くらい、普通だね、うん。さあそしてスカイパラダイス、イエーイ、いやー青い方が偽物でしたっけ。青い方が偽物だね、確かね。こいつらが偽物で赤い方が本物だけど、まあ人情だったと。おここがマヤヤ神殿だ。なんかいきなり一番最初に戻ったぞ。早いもんですね。早いもんだよ本当に。ここがキラリン鉱山っていうか、なんか一番最初のステージに戻ってまた回ってるだけか、これループしてるだけか。無限ループって怖くね。マジで無限ループしてんな。 Thanks to following rare play people cheat part saveChase Thanks to following rare people Addis Bottles Wilson Bottles? Bottles? Bottles さん、私まだ死んだままなんですか。生きてた、生きてるやん。生き返った覚えもないですわ。早くしないと死体が腐っちゃう。忘れてないですよね。忘れてないですよね。そうだ、そうだよ。なんて言ったって君の仇を取るって言って悠々果敢に、勇猛果敢に入ってたからな。それで仇を取れたんでしょうね。取れたよ。もうあいつ逃げたらしいし。もうそれだったら私を早く引き返らせてください。まあ君スーパーサイヤ人とかじゃないから聞かれないよ。スーパーサイヤ人、別にスーパーサイヤ人とかって生き返れるわけじゃないですけどね。それな。さあというわけで、こちらの、はい、はい、ステージなわけですけども、お城ですね。お城ですね。懐かしいな。懐かしい。懐かしいな。さっきっていうね。さあ、黒梅さん、上原さんというこの黒梅 T さん、梅原 R さん、 T さん、梅原 R さん、梅原、梅原が梅原がスーパーマリオクラブ、梅原がスーパーマリオクラブ、マリオも関わってんだな、こう考えると。うん、おバンジョートテイバーツデベルポペット。あ、そうそう、海外版だとバンジョートゥーイなんですよ。あ、カズイじゃなくてトゥーイなんだ。へえ、そうなんだ。なんかそうらしいです。トゥーイじゃないんだ。TOOIE で。え、じゃあさ、スマブラの海外版もそうなってんのかな。どうだろう、ちょっとわかんないですけど。さあというわけで、無事スタッフロールも終了しましたね。まあこの後も続くんですけどね。はい、というわけですね。というわけで、これでいよいよね本当のスタッフロールが流れていくんじゃないでしょうか。ロッと突っ立ってんじゃないよ、俺の弟とジンガリンを助ける時間はまだあるぞ。ビッグブラスターの設定を逆にして使えばいいんだ。でも操作方法がわからないな。大丈夫よ、あたいが適当に押してどうなるか試してみるわ。ダメだよ、僕が。ほらね、うまくいくわ。お前はイカれてるぞ、この焼き鳥め、何が起こっても知らないぞ。ああ、何にヒットするのかしら。あ、あ、おいおい、エンディングこれでいいのか。これでいいのか、エンディング。よし、うまくいってるぞ。うまくいってるのかい。あ、よかったよかった。ほら、ジャム、あんたあたいに謝りなさいよ。たまたまさ。ほら、謝れよ、ジャム。
ありがとうなのだ。ゾンビの人生は楽ではないのだ。戻ったやん。戻ったやんけ。だぜ、次はボドルズだ。ボドルズはかなり長い間ゾンビ状態だったからな。フルパワーにしないと。兄貴モグラが謝ったらね。ああ、わかった。ごめんよ、カズイ。よろしい。つうか、こいつがあれか、弟なんだっけ？弟。あ、いや、兄か。あ、ボトルスが弟で、ジャナジャーが兄。兄か。ああ、そうかそうか。もうジャムジャム機械のか、よかったやん。あ、こいつはボトルズです。あ、違う、ボトルズだ。いつの間に殺されてる。いろいろ混ざり合ってる。まずい。時計を見てくださいよ。晩御飯に遅れている。奥さんに殴られちゃう。もう晩御飯に遅れどころじゃないんだよな。なんか時が経ってるんだけど。感じちゃったかもしれないけど、あなたちゃんと食べてるから大丈夫ね。遅くなったのは僕のせいじゃないな。ずっと魔女にゾンビにされていて、さっき元に戻ったばかりなんだよ。分かったわ。だーれ、てか、クランゴまで。まあ、あなたたち2人は誰だったかしら。こんにちは、わしはキングジングリンで、こっちのハンサムな男はクランゴなのだ。クマーンと鳥、クランコを魔女から解放してくれた。彼らはゾンビになっていたわしを元に戻してくれたのだ。というわけで、お祝いに来た。オッケーですよ。まあ、なんてラブリー。では、美味しいパンケーキを作りましょう。ところで、番長たちは？彼らこそ一番のヒーローですよ。魔女は逃げたので、勇敢なクマ&鳥は追いかけていった。どうせ後で来るのだ。まず我々でパーティーなのだ。これでやっと終わりかな。スタッフクレジットを見たし、みんな元気になったし。また目立発言。グランチルダは？ああ。屋上をちょこっとだけ見に行きましょう。上に行く道はないけどな。はあ、よく探したわね。だけどそこのマシンの下の隙間から上に上がれるんじゃないかしら。うん、見つかってほしくなかったな。さあ、ということで、というわけで屋上に行けばグランチルダと最終決戦ですね。最終決戦。だがしかし収録時間がすごいことになってしまっている。まあ今回はこの辺でおしまいになりそうですね。さあ、というわけでこれで最終回と言ったらあれは嘘だ。ま、嘘なんですけどね。チャリさんにはそっち行ってほしかったな、今の。やばいな、感覚が麻痺してるね。あそこ落ちるんで、死ぬんで気をつけてください。ま、死なないんですけどね。ま、落ちないんですけどね。おお、あれ？塞がれてますね。そこは、チャレンジ10で解放される場所ですね。ほう。ほんとだ。わあ。まだ十分持ってないではないか。早く探すのだ。この野郎。この野郎。タワーの下。さあ、じゃあこの辺にしましょうか。はい、この辺にしましょう。私はいつになったら休めるんでしょうね。
ということを言っていたところで、今回はお真似としましょう。はい、それでは皆様ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また咳込み大丈夫ですか？本当に久々のグランチーダセーフだったからな。それではご視聴ありがとうございました。またねバイバイ。